今日の証券会社の店頭は大勢の人たちでにぎわっております。この今週はヨーロッパ、アメリカにつきまして、日本も大きく値を上げまして、午前で9355円と日経平均 株価の値をつけました。先週末比で1079円の値上がりということです。先ほど店頭を拝見いたしましたが、高齢者の人たちですが、大勢の人たちが集まっておりまして、非常にこの明るい顔をしながらこの値動きを見ておられました。午後もこの値上げが続いているようで、この取引をなさった方もおられた感じがしました。店頭の外で撮影をしておりますので、今中の様子は直接はお伺いしていませんが、大勢のお客さんが集まっておられるところです。この間何回か野村証券、大和証券というところを見させていただきましたが、今日は相沢証券さんを訪ねてみました。こうした今株価に非常にこの値上がりの中にあるわけですが、今後これがどこまで続くのかというのは、集まっておられる皆さん方もそれぞれの判断といいますか、冷静に受け止められているようで、この先の方向を一本調子とは見られてないという感じがいたしました。証券会社の店頭からご案内しました。今日の案内を終わります。今日は10月の14日、ちょうど午後の今、午後1時ちょっと過ぎた段階です。果たしてこれからどんなふうになっていくでしょうか。大勢の人たちがそれぞれのところで注目をしていると思います。終わります。